フラホバ県は、ルーマニア・ムンテニア地方の県。県とはプロイエシティ。東は、ブザウ県、西は、ドゥンボビザ県、北は、ブラショフ県、南は、ヤロミザ県とイルホブ県と接している。2002年の調査では、県人口は829,945人、人口密度は176平方キロメートルである。ルーマニアで、最も人口の多い県であり、 人口密度も高い。しかし、2006年の調査で、人口、人口密度とも、ヤ市県が、プラホバ県を抜いた。プラホバ県は、工業の発展のため人口が流入している。品屋を流れるプラホバ川県面積は4716平方キロメートルである。土地の起伏は、産地、丘陵、平野の3つにおよそ均等に分けられる。北部は、 東カルパチア山脈の南の終わりとなるカルパチでクルブラ山地である。プチェジ山地は南カルパチア山脈の東の終わりとなる。この二つの山地はプラホバダニで分けられている。県南部は平野でルーマニア平原の北西部にあたる。主要河川はプラホバ川である。山地から多くの河川を集めてプラホバダニを流れていく。プラホバ県は長きにわたって ルーマニアの原油生産、生成が行われてきた。工業化が非常に進み、11万5000人以上の人が工業に従事する。国内の工業生産の8%以上を担うとされる。国際企業との合弁会社が数社稼働しており、コカ・コーラ、ユニリーバ、インベブ、ミシュラン、ティムキンなどが進出している。県の主要産業は以下の通りである。 農業も発展している。県南部は主に広域農業で、給料地帯はワイン生産と果樹栽培に適している。国内の農業生産の3%をプラホバ県が占めるとされている。プラホバダニは国内でも高い可能性のある観光地の一つであり、ルーマニアでも良質の観光設備を持つ。ペレシュ条件は2つの都市、12の町、89の 正直体からなる。ありがとうございます。